あのさ、そろそろさ、あ、いや、なんか今日寒くねもう冬だよな。12月入ったし、12月といえば、なんだっけ、期末テスト。いや、もちろん期末テストもあるんだけど、そうじゃなくてさ、 世間でも12月といえばこれって感じのやつ。そう、クリスマスだよ。やっぱお前もそう思ういや、俺はさ、そういうのあんま興味ないタイプだけど、お前は、今年の予定とか、もう決まってたりすんの 部活の先輩それって男だよね約束とかしたのまだだけどデート誘われてるえへえああでも行かないっしょ お前、出かけるのとかあんま好きじゃないし。え行くかも。ああ、そう。そうだよな。クリスマスだし、なんて言ったってな。<laughs> あは、はは。ああ、じゃあ、俺あっちだからくれぐれも気をつけて帰れよ。<laughs> じゃあな。ああ、俺もクリスマス忙しいしな。 ク <laughs> リスマス当日でもしようかなあ。はぁ、あ。なんだよ。聞いてないぞ。あいつにそんないい感じの先輩がいるなんて。今年こそ。 今年こそはクリスマス一緒にイルミネーションを見に行きたいなって思ってたのに。あ,あそんなのありかよ。あいつ、好きなのかなその先輩のこと。 本当にそうだとしたら、俺に入り込む余地なんてないよな。いや。来年からは受験で忙しくなるし、チャンスは今年しかないんだ。ああここで男を見せないと。よし。 もしもし突然ごめん。いや、容赦っていうか。あ、あのさ、その、ああ今日の課題ってなんだっけ そうだね。英単語をのと一枚分だっけ。ああ、そうだそうだ。思い出した、ありがとう。ああ、あの、ちょっと待って。いや、幼児ってそれだけじゃなくてさ。うん。いや。 今から外出てこれる。やっぱ、顔見て話したいなって。うん。頼む。10分後にお前ん家の前で待ってるから。うん。えそれって大事なこと ああ、うん。うん。大事なこと。あ。よう。悪いな。こんな寒い中。 <laughs> すぐ終わる要件だから、ちょっと我慢してな。え違うよ、課題じゃない。あ。その、クリスマス。もうすぐって話さっきしたろ その、お前はさ、先輩と遊ぶとか、どうとか言ってたけどさ。その、クリスマスは。やっぱ、俺と一緒にいてほしい。その日はお前と、 一緒にいたいんだ。二人きりで。その先輩がお前のこと、どのくらい好きか知らないけどさ。俺の方がお前のこと好きだよ。絶対。<laughs> だから、 俺を選んで。えお、さっき先輩の誘いは断ったお、じゃあ、クリスマスは空いてるってことでいいの なんだよ、それ。じゃあ、俺が予約した。ぎゅー。<laughs> もう、話さないからな。